店の味です。このキムタクご飯味、キムタクご飯ってちょっと木村拓哉みたいですけど、このキムタクご飯っていうの初めて聞いて、長野の名物みたいなんですが、すっごい美味しそうで、これが美味しいやつですよね。こんな美味しいご飯の食べ方を長野の人はしていたのかと思ったら羨ましいです。もう早速やってみたい。このポテトチップスがどうというよりも、これが食べたくて買っちゃいました。長野県で人気の食メニューだって。学校給食にこんなのが出るんだ。キムチとたくあん、豚肉をご飯と炒めた塩チリシの栄養資産考案の味がポテトチップスになりました。美味しいですけどね。美味しいけどいまいちよくわからない。これは私がキムタクご飯を食べたことがないから、あ、この味これこれしこの
ニー